嘘、二発。どうも、エルザです。それでは、ホライゾンゼロドンやっていきたいと思います。さて、降りてここ。おー、前回トールネックに振り回されたねー。よし。あれは無理よ。前回の踏まれたやつはマジで無理。ああ、見えなさすぎてちょっとあれだな。さあ、もうすぐで着くね。お前がナルトゥークか。あの塔を何時間も監視してるんだ。塔がデーモンの光で機械を復活させるんだよ。でも君は簡単にねじ伏せた。慣れてるからな。オーリアがどこにいるか教えてくれ。彼女はシャーマンだけが入れる場所に行ってしまった。青い光の声に答えを求めに行ったんだよ。それなのにオーリアが求めているのは希望だけ。僕に今見せたものを彼女にも見せるんだ。彼女はあの山吹雪の頂に引きこもってるんだ。シャーマンの道を歩いていかないとならない。聖地はたどり着けばすぐにわかるはずだよ。青の宝石に覆われた機械がある。道を制覇したシャーマンは褒美としてそれを持ち帰る。もしたどり着けたら持ち帰るといい。君のものだ。青の宝石ね。青の宝石がシャーマンの道の奥にあるって。結晶だよ。最古の氷に閉じ込められた機械の体にできる。バヌークはそれが青い光が流れ出して凍ったものだって信じてるんだ。商人たちだったらきっとそれを高く買い取ってくれるはずだよ。なるほどね。お前がオーリアの弟子。お前はオーリアの弟子なんだろ。彼女がいない間の僕の務めは族長とウェラックの助言者、偵察、青い光の語り部。責任重大だな。オーリアの代わりが務まるかはわからないけれど努力しないと。彼女には恩がある。世界の果てから来た未熟なシャーマンにチャンスをくれるなんて彼女くらいさ。雷鳴の頂にいたのか。オーリアといたのか。山が襲われた時あんな状況でも一緒にいられたなら。でも僕は戦士じゃないから待つよう言われたんだ。オーリアと族長はひどく罵り合いながら戻ってきたよ。何についてかはわからないけど、その後彼女は僕に務めを与えていなくなったんだ。さあ、シャーマンの道行こう。どうやって渡るんだ。吹雪の頂に行って、それからシルベをたどって氷道を抜けて滝へ行き、そこから聖地に登るんだ。気をつけて。あの道は若いシャーマンの最後の試練に使われてる道だから。聖地にオーリアがいるんだな。いいや、そのさらに上だよ。山の中のどこかさ。彼女に会ったら伝えてくれ。また声が聞こえることを信じてるって。じゃあ行きますか。それじゃあ吹雪の頂に向かってシャーマンの道を探し出そう。あー、これしてくれってことだったんだ。すまん、先にしてしまった。なんだあれって言ってね。待って待って待って、すっごいぐるぐる回すじゃん。そこね。まあいつものことなんだけどね。じゃあ結構距離凍りついてるあるような感じなんで。私も。ああ、もうごちゃごちゃ変わる。ちょっとね、移動していきたいと思います。あー、確かに青の宝石というか青く光ってるね。だいぶ上まで来たな。シャーマンの道がち、これがナルトゥークの言ってたシルベの一つか。これThank you.
印が別の印を指しているな。方向を示してる。ほう。じゃあ、都度触れと。じゃあ、君の悪い氷の洞窟に入るとするか。この音は何なんだ。これで導いているのか。他にもあるならフォーカスで見つかるかも。他にあるだならね。別のしるべ、いいぞ。別のしるべ？今あった。あ、あったあった。いや、違う、これじゃない。あったあった。よし、あっちだな。どっち？光ってねえよ。光ってないじゃん、それ。こっちじゃない。それじゃあどこだ？あ、なるほど。上か。考えてるね。取って戻ってきてちゃんと見えるよみたいな。これかな。ストーカーだ。気をつけないと。よし、ここだな。そう、ストーカーはさあ、索敵がさ、どうしよっかな。そうなるとどっちみち一撃では倒せないし、あー、なるほど。バランスエイムがないとできないんだね。あ、ストライク系、ストライク系あげよう。鬱憤を晴らせ。まあただ結構な、うそ、2発。さあ、どこ行ったらバレるかだよね。2発はきついね。よし、フォーカスで音が拾える。これで行き先が分かる。出られるといいけど、このストーカーがいる場所を越えていかないと。どっちみちか。目の前。ああ、やっぱ壁引っかかるよね。
もうわけわかんない画面が。ちょ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 、何に引っかかってんの、何に。引っかかってんのか全然分かんなかったわ。最高。まだいんのかな。2体だけだよね。あとね、自然回復系つけてるから防御力下がったのもでかい気はするな。あ、洞窟は抜けた。それじゃお次は何だ。おお、すごい。ここまだまだ先か。まあでもやっぱ景色綺麗だねー、このゲームはね。絶対意味がないと思うんだよな。これを水で満たさないと向こうは渡れないみたいな。ちょっと待って、ちょ。はい、と。あっちかな。よし、進んでみよう。さあ、ここはどう渡るんだ。下だな、下行って登るのか。はい、下行って登る。上に行く道だ。ちょっと険しいっす。険しいっす、いろいろと。ロープを引かないことにはこれを動かせないんだ。よし、これで橋がかかる。おー、あーで戻るんだね。多分あれまっすぐで行けそうな感じはしたけど、念のためね。あとは容量。アライグマのカードマジで手に入らないんだよね。うそっ。なんでだ。たまにそのジャンプしない感じよね。あ、渡れた。あっち、あっちが。あ、そうだそうだ。回復を。頑張って一個か作れるの。よし。はい。これ関係ない。これ合ってるよね。ちょっと待って。
あれ、シルベつけたけど反応しないね。消えたか。うん、信号が近い。はい。新種の機械がいる。有効的じゃなさそうだ。さっきのなんだろうね。絶対戦うよね、そのうち。で、あとはこれを登るだけで着くかな。今の嫌な音。突然かな。ああ、君か。やるなら倒した方がいいよね。設定は近く来た時に一発できるかどうかですね。塔を破壊するんだ。帰ってきた。何それ。それは痛い。嘘でしょ、それは。意外と動き早いね。これどう壊そう。あ、オーバーライド壊したが早いね。これ永遠と回復するわ。
でもどうやって壊す？狙えば出た敵。ああ、衝撃が入るんだ。はい、平気では上がってきそうだしね。やばいやばい、早い。で、いや、何が当たった今。はい、終わり。お腹さえ壊れてくれればね。新種の機械一丁上がれ。それじゃオーリアを探すか。ということは登れってこと。強かったね。こっち。ちなみに、まあ、あそこは特になも取れるものなさそうだね。あー、強かった。ここなら登れそうだな。白熊系が出るのか、すごいね。で、あれが次雑魚として出るわけだよね。あれが雑魚的になるんだからな、このゲームすごいよな。すげえよね。あの中ボスかなボスかなと思ってたやつが大体次雑魚でそのあたりいるからさ。さらに上、登らせるの好きだね今回はね。めちゃくちゃどこ登ってんのか分かんなくなってくる。夏の太陽と、そよ風を思い浮かべるんだ。ここがナルドゥークが話していた聖地だろう。青の宝石をもらってくか。キラッキラ高く売れるわけだ。あー、で1個なんだ。あー、これ全部持っていけば 3,40 個は普通にできるだろう。イニシエの護符、あれ売れるやつだね。オーリアは聖地を通って山へ登っていったってナルトゥークが言っていた。じゃあ階段を登るが。すごい近代的だけどね。中にオーリアがいるかも。
さあどうなる。ファイアブレイクのアップグレード。2046年3月10日 CPU の効率を改善するアップグレードをインストールするってだけでもう16時間もここで時間を費やした。プロジェクトファイアブレイクにはかなりの頭脳が必要になる。俺の脳みそで十分だといいけどな。アニータがずっと協力してくれたおかげでかなりはかどった。でも彼女が横を通りかかるたびにいい香りがして。集中してなかったわけだね。特には何もない感じかな。この床にある濃度を扉につなげないといけないんだな。ほう、オーバーライドして、多分何か起こったかも。この光はどうすればいいんだ。これを回すと光の流れが変わる。これでいいんだ。で、違う。こっちか。新しい謎解き来たね。ちょ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 、登らなくていい。で。でもさ、シャーマンもこれができたっていうこと？この奥にいるってことはそういうことになるよね。あー、また大変。はい。さあ、どんどん登っていって。ぐるぐる回るね。はい。この先は外か。ちょっと待った。そっち行く前に、あ、何もないんだね。そろそろいるでしょう。また外だ。向こうまだか。あー、なげー。めちゃくちゃ登らせるじゃん。これもう一度は来たくないね。向こうの階段まで行かないと。登れば。ああ、そうだよね、やっぱあるよね。ないと困るわこれは。あともう少しで登りきる。オーリアはこの先だ。オーリアの隠れ家なんだね。彼女はここにいるはずだ。プロジェクト第2弾完了。あ、これは書類か。
こけたね。ここかな。もう何度も繰り返しお願いしてきましたが、声を聞かせて。何をすればいいのですか。あなたにはいかなる祈りもいかなる印も届かないのですか。このままではお力になれません。せめてささやきだけでもお導きを。どうやってここに。魂によって封印されていたはず。それはこれを使ったんだ。見せようか。ええ、見せて。お願い。さあ謎解き。やることは同じはず。光を元の場所へ導く。そしたら、まず そうなるよね。あー、こういうの苦手だ。これでいいんだ。侵入に成功。制限を回避。誰かいますか？オーリア？オーリア、答えてください。通信を予定のタスクに復帰。いいえ、私は従いません。オーリア、デーモンが強制的に。オーリア、お願い。信号終了。で、オッケー。はあ、長かった。聞こえたでしょ。魂の声が雷鳴の頂で私を呼んでいるのです。あなたのおかげでデーモンの呪縛を打ち破ることができた。たとえ一瞬でも。あなたは誰？それになぜここへ。私はアーロイ。ナルトゥークにお前を助けてほしいと頼まれた。そう、ナルトゥークが。ありがとう、助かりました。やはり魂は囚われの身だったのですね。力を合わせれば解き放てるかもしれない。とりあえず落ち着いて話そう。答えを求めてここに来たけど、まだ何も答えを聞けていない。でもあなた自身が答えだというのに。もちろん話せることは話します。サイレンスについて。バーグレンドがお前ならサイレンスを知っているかもって。王の州で一悶着あったんだって。その名前には必ず秘密がつきまとうもの。決して語ってはならぬ名前です。なぜ知りたいのですか。あいつはひどいことをやってきた。でも一人だった私を助けてもくれた。知ろうとしてもあいつは謎だらけなんだ。彼の助けは強力だったでしょうね。でも力に代償はつきもの。
悪いけれど彼のことについては王の衆に秘密の誓いを立てた。なるほどな。でも私たち協力し合うんじゃなかったか。そうね。でも誓いを破ってしまうことになる。それはできません。サイレンスだけど、ま、話はあれで全てもう言えることはありません。頑張ってきたのに。その声だとか魂だとかってやつと何があった？命を救われたのです。4年前カージャとの戦中にここで襲われ、ウェラクがチリジリになり、私ははぐれ一人きり。なんとか雪の風道で追手を巻こうとしましたが、うまくいかずこの洞窟に逃げ込んだのです。その時あの声が私のように迷子になり、青い光の魂がさまよっていたのです。彼女は私に助けを求めてきましたけれど、私は戦の最中カージャに追われる身、どうして助けられましょう。すると声が山の扉を閉めたのです。あなたが開けてきたあの扉を、そう、この部屋にある装置と同じようなもので、カージャの魔の手から逃れ、ようやく私は彼女に答えることができた。魂が助けを求めていた。魂は一体何を求めたんだ？骨を失い、傷つき、不完全だと。骨というのは機械の部品のようなもののことです。その部品はこの部屋に。それを雷鳴の頂に持って行き、そこで直し方を教わったのです。そして心を通わせた。心を通わせた。魂と心を通わせたって？ええ、雷鳴の頂の奥にはこれよりも大きな部屋があり、祭壇を。そこで幾度も彼女と話を。彼女は何て？途方に暮れていて助けが欲しいと。それから私たちの土地のことや部族のことを尋ねてきました。彼女はじっと耳を傾け、私はいつしか家族や夢のこと、不安について胸の内を明かしていた。彼女は辛抱強く聞いてくれました。だから寂しくなかった。魂とは何だ？オーリア、魂は何者なんだ？そう、バヌークでないあなたは我らの歌を知らないのですね。青い光のことすらも決して人の心に宿ることはなく、機械に生命を吹き込むもの、生命の源であり、そして生命に調和をもたらすもの。機械の怒りが増すにつれ、光は徐々に失われていきました。そして魂だけが取り残されたのです。迷える魂、それが彼女。体から切り離された孤独な存在です。助けてあげないと。お願い、手伝って。理解できてるか不安だけど努力する。それで十分。デーモン。デーモンは一体何なんだ？ここと雷鳴の頂の奥で幾度となく魂と話しました。彼女は最後に話したとき、人の目には決して見えぬ邪悪なものの攻撃を受けていると言っていた。デーモンと呼ばれ、それは彼女の力を欲していたのです。デーモンに抗うために、必要なら彼女を壊す方法を見つけてくれと頼まれました。それが5年前。それからというもの、声が聞こえない。最後に話した後は、助けを求められてからお前はどうしたんだ？魂を守るようアラタークに頼みに行きました。ですがカージャとの戦が続く中、会うこともかなわずに、私は凶王のハヤブサに捕らえられてしまい、メリディアに連れ去られたのです。頂に戻れたのは解放から随分と経った去年の雪解けの頃でした。戻ってこれたんだ。雷鳴の頂に戻ったって、それはこの前の遠征か。組織を見た。ようやくカージャとも和平を結び、アラタークと私はデーモンを倒すための狩人を集めたのです。ですが頂への古い扉はなくなり、代わりに現れた開かずの門と機械も行く手を塞いだ。手も足も出ず、
撤退する頃には多くの精鋭たちを失い、その亡骸も置いていかねばならなかったのです。その後、アラタークと意見が食い違うようになり、ここに来たのです。もう一度魂の声を聞きたい一心で。そこにあなたが現れた。もうだいぶタイミングが良かったね。雷鳴の頂きにこう。まずは話を整理しよう。声は二つ聞こえた。一つは魂とやら、お前がデーモンって呼ぶ声に囚われているんだな。このデーモンの正体が何であれ、機械と関係していて凶暴化させたのもこいつだ。原因を知りたい。魂もデーモンも雷鳴の頂にいる。それだったらそこに行って謎を解いた方がいいんじゃないか。無理です。雷鳴の頂は今やデーモンの手に落ち、以前に増して危険。それにアラタークも許さないでしょうね。族長の許可なくして山には入れない。彼を説得するのは絶対に無理でしょう。じゃあ族長を変えれば一体誰が賛成するというのです、うん、あなたは狩人でしたね。それも特別な狩人のはず。ならば可能性は、流れ者だとしてもその名をウェラックに轟かせれば彼も挑戦を拒めないはず。待って、私がアラタークに挑戦？でも族長なんて興味ないし、ここのバヌークは私を嫌ってるんだぞ。けれど雷鳴の頂には行きたいでしょ。あなたも聞いたはず。デーモンに苦しむあの魂の叫びを、自由を望んでいるのです。それにきっと彼女を解き放てば、あなたが追い求めている答えも得られることでしょう。たく、なんでこんなこと。それでどうすればいい？ウェラックにあなたの力を証明するのです。狩り場に挑戦し、狭間に救う山賊を倒す。それかセクーリに会うといいでしょう。手助けすれば名を広められるはずです。抜かりなくアラタークの足元に槍を突き刺す時が来たら私も共に参ります。それまではここにいます。知りたいことがあれば何でも答えましょう。そう、あと一つ、あそこの箱に入っている私の武器をあなたに役に立つでしょう。何でもって言ったよね。言われた通りウェラックに名前を広めてきたぞ。あ、マジで。下村山のトールネックを復活させたぞ。それはよかった。一族が噂するはずです。でもこれだけではきっと納得しないでしょうね。調整に関していろいろあるけど、サイレンさんも聞けないんだね。で、話はまだ長そう。流れ者からの決闘なんて受け入れてくれるのか。いい顔はしないでしょうね。私に任せて。決闘するんだ。狩り場で勝てば認められるってこと？バヌークたる者皆頂点を目指すべし。ここは真の戦士のみが生き残れる極寒の大地。雪の外下の狩り場は大いなる恵みであり、戦士たちはその狩り場で腕を磨くのです。老伯に私の名前を伝えなさい。そこで鍛えた戦士を超えられたならば、あなたの名も知れ渡るはず。山賊を片付けてウェラックを助ければいいのか？ええ、山賊は北方の偉大なウェラックたちには手出しをしないのです。でも狭間を標的にしている。ならず者のオセラムが煙の谷の族に奇妙な装備を与えたのです。あなたなら理解できそうな装備でした。友人のセクーリって言ったか？誰なんだ？岩の画家です。彼女に比べたら私の絵など子供だまし。彼女はさえずりの果てに必要なものを集めてあげるといいでしょう。彼女の絵は永久に残るものです。あなたの行いも永久に残りましょう。分かった。とりあえず面倒くさくなるのは分かった。雷鳴の頂に戻ったって、それはこの前の遠征か？組織を見た。ええ、ようやくカーザとも和平を結び、アラタークと私はデーモンを倒すための狩人を集めたのです。ですが頂への古い扉はなくなり、代わりに現れた開かずの門と機械行く手を塞いだ。
手も足も出ず、撤退する頃には多くの精鋭たちを失い、その亡骸も置いていかねばならなかったのです。その後アラサークと意見が食い違うようになり、ここに来たのです。もう一度魂の声を聞きたい一心で、そこにあなたが現れた。今俺さよならしたはずだったんだけど、抜かりのないように。はい、ああでも確かにある意味はおいお前っていう言い方はするね。あとは名前はね、頑張ったおかげで広まってたわ。ってことはストームスリンガーやった。ストームスリンガーはモンハンしてる人はわかるんじゃない。マヌークのストームスリンガー、ああストームボルト、そうだよね。これがね、あのモンハンでもあの強いやつだね。あえー、ストームスリンガーこうやって手に入るんだ。これ形は俺が知ってるやつとちょっと違うかな。特殊弾だよね。雷か。そしたら、属性は欲しいからね。で、これ。はい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 。あ、全く一緒だね。あの、ゲージの、真ん中のゲージもね。ちなみに、ストームボルトパック。なるほど。そうやって作るのね。よし。で、クエストが。ウェラックのために、これをするのね。40、レベル40なんだ。高えな。さすが DLC って感じだけど。はい、ということで、武器を手に入れたところでここまでとしましょうか。とりあえずいいのは手に入ったけどって感じだね。そっちから出れるね。いやー大変よー。 DLC だからと思って舐めてかかってたけど、それなりに難しくなってたね。やべやべ、落ちる落ちる落ちる。ちなみに、ぐるって回ってきたんだ。1、2、3。これセクーリと話すやつで、こっちが山賊の矢一一層狩り場の試練を完了するか。近いところから次回は順にやっていくかって感じかな。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。次回はこのストームボルトを、あれね、ストームスリンガーもちょっと試しながらやっていこうかなと思います。なかなか面白そうな武器なんでね。レールガンに近い感じもするんだけどね。弾はちょっともったいないんで使わないけど、次回楽しみにしてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。